お疲れ様です。吉谷さん。きっかけって来るもんじゃなくて決めるもんだと思うんですね。だからきっかけがあったからじゃなくて、きっかけに自分が決めたからできるのかなと思うわけなんですよ。だからタバコをやめるやめないっていうのは今まで何度もね考えたことがあったと思いますけども、まだそれじゃないなっていうふうに思い直して今に至るんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ですんでちょっと今回のことをきっかけにしてみようかなと、機会にしてみようかなと思えばできるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあなんかこれをネタに YouTube 撮るっていうのがやっぱ面白いじゃないですか。同じような喫煙者の方がやっぱ興味持って見ると思うんでね。ついでに禁煙に失敗したらその時点でなんか罰金を払うっていうのはどうですかね。例えば1日に100円っていうのを積み立てていって、2日禁煙できたら200円、5日間禁煙できたら500円っつって、で諦めた時点でそのお金をばらまくみたいなね。結構面白くないですかこれ。いってらっしゃい。